ははいこんにちは横田岳志で YouTubeTikTok を勇気出したら得する理由とはと書いてますけど、まあ、YouTubeTikTok ってなかなかやらないとこ多いんですね。まあ、若い子がやってるからとかああいうイメージもあるしであとしゃべることとかもう勇気がいるとかですね。 Twitter とか、まあ、LINE とかですね、えー、Facebook とかそれぐらいだったらやる人も多いとは思うんですけどやっぱりしゃべるとか顔を出すのが嫌だとかいう人が多いんですでもそれでもですね勇気出してやった方がいいですねでその理由っていうのがですねまあこれからなんです YouTube とか TikTok とかってで TikTok は中国まあアジア初のまあ世界レベルの SNS にななるとは思うこれからなっていくんですねでもほとんどの人は若い子はただ単に何か他のスノーとかあの辺と一緒のようなレベルで考えてる人多いと思うんですけどそうじゃないんですねすごい SNS なで。あと YouTube っていうのも今まだ若い子がああいう風にやったりとか楽しむだけのものが多いとは思うんですが少しずつ、まあ、堀江さんにしてもいろんなねオリエンタルラジオの中田さんにしてもそうですけど少しずつ勉強できるものとか。 うんそういうプロその分野分野のプロが出てきたりとかその分野のプロになあなたがなることができるのでだから今しないといけないっていうかし,した方がいい、えー、したくなっちゃうと思うんですけどで2番目、えー、趣味とかお金趣味をお金にするっていうことなんですけどその好きなことをあなたがまあ役に立つこと人が役に立つことでもあるんですけどあなたがまずは好きなことを YouTube でしていくんです。 好きなこと趣味ですよねそれをやっていくんですところジョージさんもされてますけどああいうように好きなことをお金にならなくてもいい趣味をやっていくんですそうしたらそれをずっとやってて 本当に役に立つものだったり本当に楽しいものだったりエンターテインメントがあったりしたら、えー、喜ばれるんでそこから YouTube でお金にもなるしそしてその YouTube で喋っていることによってあなたがブランド化されてそしてあなたから学びたいとかいう風になってきてまた違うお金の流れができたりとか、えー、仕事になったりとかするのでそこをずっとやっていくっていうのは、えー、YouTube で喋っていったりだからこそ TikTok をやっていくっていうのはすごく大切なことです。 だからした方がいいいっていうことですねで3つ目伝えることをイコール幸せって書いてますけどもうそもそも僕らってちょっと真面目な話言うかちょっと不思議な話言うか伝える何かを伝えるために今回生まれてきてるんですよねメッセージを伝えるために、うん、だからそ,のそれの媒体としては最高の YouTube だと,とか TikTok なんですねで。僕よく言うことなんですけど えー、キリストさんがですね、まあ、宗教家のそれぞれのトップの人たちが今 YouTube があったら YouTube やると思うし TikTok やると思う,思うんですねだからそういうふうにぜひ、えー、あああと、まあ、そもそも生まれてきたんでそれをやるべやることが幸せにつながるか幸せっていうのはそういう流れに沿ってることだからこそ幸せだと感じれるんですけどうんだから伝えてそしてまあ喜ばれたりえー したらねすごく、うん、幸せを感じれると思うんでぜひ。でユーチュー b あともう一つ言うとしたら。 今では文章だったり、まあ、ツイッターとかですよね。で、写真でインスタ。で、次やっぱり動画なんですよね。で、動画の中でもまたさらにいろいろあるとは思うんですけど、うん、5G になって VR とか立体的に見えたりとかですね、えー、してくる部分もあるとは思うんですけど、しばらく動画がずっと続くとは思うので、えー、そこのところでいろ、えー、んな表現をされて、あなたしかできないことを、あなたが伝えたら全てがオンリーワンになるので、ぜひあなたは YouTube、TikTok をしていただければと。 勇気出してしていただければと思います。はい、以上です。ありがとうございます。